立開業したいんですっていう人がうち来てくださるけど、実際に本当に大丈夫ですかって言うんですよね、うんうん、いろんな技術を受けてやってみたいと本当に大丈夫ですか、うん、いやそれは私も何とも言わないです、うんうん、でその町の状況もあるだろうし、その人のやる気もあるだろうし、でも実際にもう何十人ってやっぱり私が見てるんで、全くゼロからやり始めてで何十万稼いでる人が、まあ、100万以上というのはちょっとまた変わってくるんですよ、やり方が。でも普通に10万20万稼いでるんで、うん、そんな人が何十人もいますからね。それぐらいだったらいけるかなと思うんですよ。で一番独立開業するときにポイントになるのは、固定費をできる限り下げるってことです。で固定費で一番怖いのはテナント料というか賃料ですね、うん、とにかくそこをいかに最初下げていくか。それともう一つは広告費、固定費は賃料と広告費なんですよ。これをできる限りゼロに近づける。だからまず今住んでいるところでできないかを考えるところです。例えば住んでいるマンションとか部屋とか、例えば実家活用させるような実家をなんとか片付けてできないかってことです。だからみんなね、工夫が足りなしすぎるんですよ、うん、場所がないから場所借りるって短絡的なんですよ。そうじゃなくて、なんか物置があるとか廊下があるとか、あそこに空間があるとか、そこに自分の部屋のあれを持って行って、もう自分の部屋はいらないとか、自分の服とかも掘ってしまって、もう必要最低限にしてしまうとか、うん、そしてベッド1台分のスペースをなんとか作る。全然そんな整体とか慢性する雰囲気じゃないんですって言ったら、その雰囲気にしたらいいんですよ。壁を自分で塗ったらいい、何かかけたらいいんですよ。タペストリーっていうのなんかそんなのつけたりとかして、うん、工夫はいくらでもできる。みんな工夫をしないんですよ、場所がないとか。だからみんなうまいんですよ、できない理由を考えるのは天才的に、うん、いやでもできないです、なぜならとか言って、うん、そうじゃない、考え方を変えなあかんんですよ。もう明らかにビジネスはどのビジネスでも固定費を減らすことなんですよ。とにかく入ってくるお金よりも出るお金が多かったら赤字ですよ。入ってくるお金よりも出るお金を少なくすることですよ、うん、もちろんそれは一時的に赤字がなるっていうのはあるよ。それは次の計画のためにやってるわけやから、それは勝負売ってるわけですよ。このままいったらこの赤字分は一気に返していけるとかいうのがあるからやってるんであって、でも皆さんの場合は最初からゼロにしたらマイナスで絶対ダメなんで、うん、とにかく自分の工夫でまず固定費をいかに下げるかです。だから場所、うん、でまずは自分のところで何かできないかなを考えてほしいんですよ。例えば家がなかったら、例えば庭とかガレージがあるんだったら晴れの日だけやるとかね、でガレージにテント買ってきてテントの中でやるとか、うん、そういう感覚です。車はどっかパーキングに入れておいて、そこの駐車場のとこに普通にテントのやつあるでしょ、あんなん買ったら何万であると思うよ。でそれを貼ってきて、そこに玄関で置いてベッド置いて、その時やるんですよ、うん、工夫して、うん、いっぱいあるよ。うん、みんな全然考えない、場所がない、場所がないって言って、だから借りないといけないですかとかなるんですよ。借りたらダメですよ絶対最初は。でそれができないんだったら友達にお願いするとか、大きなお家持ってる人部屋あったら申し訳ないけどその時だけ貸してとか言って、うん、でそこ行ってベッドを貸してもらってやったらいいですよ、うん、そこでやるんです。その代わりその子にいくらか渡すとか、お金もったいないから申し訳ない、今日2人来てくれたら帰りあんたに1時間マッサージするからとか言って、うんうん、そうやって協力してもらうんですよ。で日曜日はご主人もするから貸してねとか言って、あ貸してくれるよ、私だったら貸すと思うよ、そうやって頼まれたら、いいよ言って、うん、友達が頼んできたら、うん、無理ないですよ何も、うん、まあそのお家のあれもよるけどね、仲入れの嫌や人もおると思うけど、別にいいよって言ってくれる人もいるかもしれないし、いくらでもやり方ある。
あと公民館借りるとか、うん、公民館借りてベッド持って行ってやって、でそこでやるんですよ、うん、で無料でなんか教えるだけとかやったら無料で貸してくれるとこあるから、うん、まあまあこれはちょっと、まあ、グレーやけども、そこで金品のやり取りというの、まあ、なければ問題ないわけですから、うん、そんなんは知ってあるよ、みんな公民館の人も管理してる人も、管理してる人ってその人がやってるんちゃうもん、あれみんな区のなんとかやから、区とか市とか町とかの村とかのやつやからね、でそういうのに雇われて来てるだけはそんないちいち言えへんですよ、うん、でそこ借りていついつ例えば火曜日の10時から2時まで借りてるから来てとか言って、で来てそこでやって、そこでお金もらうけど後からまたいただくねとか言って、うん、もらうわけですよ、うん、で私東京に出てくる時って一番最初は私のいとこが東京で会社やってて、その事務所稼いでたんですよ、会議室を、うん、ええよとかで、ね、終わったら飲みに連れて行くとか言って、飯をおごるから貸しぐらいでええよって、だから隣でディーンディーンって電話鳴ってるんですよ、そこでやらせてもらったんですよ、で受講生の人来てもらって、それをお断りして、場所ないんですけどこんなんで電話かかりますけどよろしくお願いしますとか言って、でこう普通の会議室のとこでやってたんですよ、うん、で実技やるときは畳んでベッドをこれその大阪から送ってやってたんですよ、一番最初は。でそこの会社忙しなって、ちょっと悪い、ちょっと今忙しなって使われんねんとか言って、ええ仮面仮面とか言って、で自分で探して次東京の友達、そいつに友達言うたのかな、東京の友達にお前の住んでる町で公民館探してくれって言ってもらって、でここがあるとか言って、で電話したらいついつ貸してくださいって言ったら、いやそれは1ヶ月前に予約してもらうダメなんですとか言って、1ヶ月前の朝8時から予約をしますからとか言って、じゃああなた9月の27日に借りたかったら明日の朝1電話してくださいとか言って、で1ヶ月前のその前にカチカチカチって当時ジャージャーやね、あもうその時ピッピピやったかな、ピッ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 ピってやってカチャ出たーとか言って、前でお電話した谷口ですけど、あ谷口さんですからいいよとか言って、今一番いいのあなたがとか言って借りたんですよ、ちょっと場所忘れたけどね、もう、うん、でそこに出会ったんですよ、でその和室を借りて、で和室には折りたたみの机があるんですよ、こうバーンって出してペチャンとなるやつ、足立てるやつだね、でその机があるそれ使ってもらっていいですよって言われて、でそこには座布団もあるから、で一番最初それを2つ引いて、で座布団を乗せてやったんですよ、それで経絡マッサージやったんですよ、うん、だから全然経費ほぼゼロですよ、うん、でそれちょっとずつなってきて増えてきたんで、で初めてその場所を借り会議室みたいなの借りたんですよ、うん、で会議室借りて、それも1ヶ月前に予約やるから、うん、ティッ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 チチチチってやってやって一番安いとこ借りたんですよ、うん、で2日連続でやるっていうことになって、で東京行って、で一番安いホテルが、あって1泊5000何本とか借りて、これ火事になったら死ぬでみたいなとこあって、そこを見てたんですよ、うん、今から20年ぐらい前、日本ボディー学院正式やる前は東京でやってたんですよ、そうやって、うん、ほんでその場所を置くとこないんで、で知り合いの先生が東京の表参道の近くにサロンされたんで、お願いしてベッドを2台預けてたんですよ、うん、前久々に来てくださったんですけど、その先生、先生のところにこれ お貸してもらって、で次の日先生のとこ取りに行って、すいませんって先生のとこバーって取って、で原宿通りをあれ2つ持って歩いたんですよ、リュック背負って、あれ持ってベッド、うちのね折りたたみベッドの1個5キロの両方に持ってこうやってゴーって原宿通りこう歩いて、何やあの人みたいな、うん、私がまだ35代半ばぐらいの時持ってこうやって行ってたんですよ、リュック背負って、一回雨降ってきてね、行って帰りは、あれは惨めだったわ、うん、持ってこなしゃべりじゃあ降ってきて持ってこないんですよ、うん、そうやってやったんですよ、でバーって降りて、先生すいませんってまたお貸してもらってね、やったんですよ、うん、ほんでまたいかに金かけずやるか、で友達の友達に言って、そこが会社やってたから貸してくれって、また事務所
借りて、売上何パーセントか渡すとか言って、で交渉してお願いして、で借りたんが、今から16年前、そこで初めて日本ボディケア学院東京校をやったんです。でその時最初3人入ってくれたんかな。で説明会の時も看板も何もないから、私がこうやって紙持って立ってたんですよ。こうやって日本ボディケア説明会で待ってたんですよ。遠くから誰かじーっと見てるけど、なんかってやったらはっとこうやってくれちゃう。でこうやって何やの、その人なんて何とかさんですかと、そうです、谷口先生そうですとか、いやそうだと思ったの、怖かったから怖い顔して怖い顔して立っててこうやって、そっから始まったんですよ。場所も何もないから看板もないからね、それすごい怖かったと思うよ。で、あの時最初説明会来てね、4人ぐらい来たんかな、で4人ぐらい私で説明やって、で3人入ってくれはってから16年前そこから始まったんですよ。工夫ですよ。だからみんなできないできないで何言ってんのかなっていう感じですよね。どこでもできるのに、まずはそうやって始めるってことですよね。とにかく場所は工夫で、自分の家の中でどっかないかな、どっか整理して、いらないものを掘ってきれいにして、それに壁自分でこうやって塗るか貼るかして、ただ壁にする人は何もない。我々は技術で勝負できるわけだから、でそれをこう貼っつけて来てもらうっていうことですよね。でまずそれが一つで、次は二つ目はみんな友達にお願いすることですよ。この独立会議をするからお願いしますって言って、お願いせなあかんですよ。みんなお願いしないんで、そんなお願いせえん人に誰も来てくれんですよ。最初は頭下げてお願いして一回やらせてって言って、でそれを一回やったら本来いくらなんだけども、いくらぐらいやったらあなた払ってくれるとかって、6000円、1時間6000円かこれ定価、2000円かなって感じで、OK、2000円でやらせてとかって、で2000円でやったんですよ。でその代わりに2000円だけど誰か友達紹介してねって、分かった2000円でいけると思うと、で友達に紹介してもらうんですよ。だから60分やって2000円って安いかもしれないけども、でも時給2000円ですよ。普通に働くよりええと思う、今コンビニとかよりも絶対レジ打ちよりも、2000円、それ体しんどいけど、でも好きな仕事やからね、で2000円でやって、でその人友達はみんな2000円で会ったらいいですよ。で2000円をやって、で、10人やったら2万円ですよ。ね、もうそれだけでいけるかなって感じですよ。もう最初の2000円をもらったらもうそこからくるっと変わるんですよ。ああいけるっていう感じになるから、2000円で満足してくれたら絶対次来てくれるし、うちにいろんな技術があるわけだから、次これでやるわけですよ。その時大事なことは、一体何をあなた、どんな問題があるのか、どんなことを解決したのかって聞くことですよ。もっとこうなりたい、ああなりたいとか。でお客さんはその例えば経絡マッサージを受けて、整体を受けてウエストを細くしたい、でウエストを細くした後に何かあるんですよ。目的がウエストを細くしたいだけじゃないんですよ。ウエスト細くなったやったーって喜びたいわけじゃないんですよ。なんかあるわけでしょ。ウエストを細くして何か素敵な洋服を着てどっか行きたいとか、新しい彼氏が欲しいとか、なんかあるわけですよ。そういうところを聞き出すわけですよ。でそういうことができることを協力するんです今度。これがポイントよ。みんなウエスト細くして終わりにしてるんですよ。そうじゃないんですよ。ウエストを細くしてどうしたいのって聞いて、じゃあこうそうしたいんだ、こんなこともやってみたらどうとか、な私調べとくとか言って、結婚相談所なんかあかんよ。あんな言ったらあかん、じゃなくて、もっとあなたが理想とする男性はこんなとこいてるかもよとかいうのをリサーチしてあげてアドバイスしてみるとか、なんやったら一緒にあなたがまず行ってチェックして、いけるこれいけるとか、あそこいいよとか、そういう情報を提供していくんですよ。そしたらもう絶対離れられるようになるよ。
目的のウエストを細くするっていうのは目的達成までのある過程なんですよ。でもそこに行ったらその目的を達成することまで協力してくれるっていう、うん、そういうスタンスですよ。違うんですよ。だから普通のサロンとか整体院と、うん、そこまでお付き合い、その一生に関わるところはもちろんいらん言われたらやらないけどね、うん、そういうことをやっていったら離れられんでしょ、もう、うん、そのサロン潰れたら困りますよもう私辞めるとか言ったら反対に辞めさせないでみんな協力してくれるわけですよ、うん、そういうことを考える。で、友達は2000円でも全然問題、とにかくお金をキャッシュでもらうってことですよ、うん、いくらでもいい。今日2000円もらったら十分ですよ。6000円で2000円だったら時給的にも OK だし、実際自分で場所借りようと思ったら本当はそこにテナント料が入っていくわけですよ。で、全く知らない人来てもらったら広告費入ってくるんですよ、うん、普通、場所代で大体まあ6000円だったら、まあ、2000円ぐらいかかるとしますよ。大体もらったら2000円ぐらいかかる。で、その広告費っていうのも大体今6000円来てもらうんやったらまあ5000円ぐらい、3000円ぐらいかかりますよ。もうそれだけで5000円かかってるから2000円もらえたら OK みたいな感じですよ、うん、そういう感覚、まあ、今のざっとした計算だけどね、うん、そういうのを計算していけば、ああいけるかなって感じですよ。この仕事はものすごい強いんですよ。場所別に工夫次第何とでもなる。友達さえ言ったら何とでもなるんですよ。なぜならみんな肩凝ってるから、求められてる仕事やから。友達に言ったらこんなん今やってるとか、はい、やってって言われるじゃん、うん、はい、やってって言われるじゃん。そうですね。あ、そうとはならない。絶対、あ、やってよって言われる。小顔矯正やってんの、やってよって言われる。整体やってウエスト引き締まるよ、やって、うん、バストアップでやってって絶対言われる、うんうん、最初は無料やと思うけど、でも普通の人間やったら一回やって成果出たら次また無料でやってるって言えへんんですよ。友達やったら、うん、いくら払おうかなって言う、うん、そうでしょ、うん、普通、うん、まだそうで言ってくれたらいくら払ってくれんのって言って、うんうん、そんで自分で言ったらあかんんですよ。定価は1万円、うん、定価1万円でやれて言われてるって言ってくれたら私のせいにしてくれたんですよ、うん、俺の技術はもうあんな安くんでくれって言われるって、うん、って言われるとか言うと、で1時間1万円なのとか言って、極悪でしょこのおっさんとか言って言ってたでしょ。あ、そう1万円、まあ、でも価値あるかもねって、いやいや、そんな1万円なんかあなたでいくら出してくれんの、うん、なあ2000円でどう、 OK 2000円でいいよ、その代わりあの友達も紹介してって、もっとあの経験積みたいし、まだお金ないし、いつかやっぱサロン出したいから、やっぱり最低こんだけいるの言ったら協力するよ、みんな協力するでしょ。友達に相談されて、分かった私そんなん出されへんけどみんなに言うわとか言って、今度連れてくるよって言って、でみんな連れてきてくれるわけですよ。でみんながお金って施術受けてくれて5万円以上いけるようになって、初めて次手なんとかあるんですよ、うん、でみんなに言ってありがとう、皆さんのおかげであの手なんとか借りるようになりました、これからもお願いしますってみんな来てお茶とコーヒーを出せばいいわけですよ。また応援するよってなるじゃないですか、うん、ありがとうありがとうってつばつけてこうやってありがとうチッチュってこうやって、うんうん、ほんならまたみんな応援してくれるんですよ、うんうん、でそこで初めてインターネットとか、うん、そういう広告を打つわけですよ。でも実力ある。で友達会った時にアンケートももらってる、感想もいっぱいある、ザーってできてる、それ見せたら絶対問題ないです、うん、そういう流れでやるわけです、うん、そういうこと、うん、あとはだからあと何ヶ月か後に今の仕事を辞めるんであれば、それに備えてどうやっていくかってことですね、うん、その時は最終地点はあのどういう仕事をしたいかですよ、うん、で自分はどういう、さっきも言ったけどどういうコースをしたいかです、うん、その中で一番いいのは自分が解消したいことですよ。自分の体と か心の中で解消したいことを研究するんですよ。でそれを改善していく技術を磨いていくわけで、一番最初に肩こりやったらとにかく肩こりとか、下腹が気になるとにかく下腹
でそれが自分のためになるということですよ。たとえお客さんが誰も来なかったとしても自分が最低得するやつ、しかも情熱持ってできる仕事、そういうのをテーマにする、仕事というか問題、ウエストを細くしたいとか顔をちっちゃくしたいとか、腰痛を改善したいとか、でそれをテーマにしてそれを研究するんですよ、そしたら長続きしてできるんですよ、それを目標にして、でそれをどんなのしたいんで、こんなのしたいんですって言ってくれたら、私はじゃあこれとこれとこれとこれは勉強したらどうっていうふうにアドバイスできる、そうやってこれとこれでいけるとか、まずはそこから行きとか、それはアドバイスできますよ、そういうふうに考えていったらどうですか、できそうでしょ、できそうに思う、そうそうそう、それでできてるんですよ、みんなこれをアドバイスしてるから、あとはこれを実践してるだけですよ、皆さん、まあまだね、大阪校の3人しか会ってないけど、まあ、東京校の人らはまた会ったらおおと思うと、まあ、どうですか吉谷さん、ぜひ東京にも行って、やっぱりいろんな方とお話しすれば、大阪はね、本当に3人だけなので、3人の話する仕方もいつも聞けてないと思うんですけど、それも一つですし、やっぱり学院長が言われる通りに行っていくっていうことですよね。でそのためには、やっぱりいろんなマーケティングを受けないと、言われてる意味も多分分かってこない、機能も言ってたんです。ただもう本当にこう、聞いてるだけになってしまうので、それでは本当に時間もお金も逆にもったいないと思うので、やるんであれば、本当に、もうちょっとスピードを上げて、最終どうするかっていうのを、今言われたみたいに考えて、それに向かって。ここは一人じゃないので、学院長こうやっていろいろ相談も乗ってくださいますし、いろんな方に会ってお話も聞くこともできるので、ここで終わりじゃないので、まあそういうね、みんなそれでやってあるからね、その地域ではかなりも圧倒的になってるだから。そういう人がね、どんどん出てきてくれてあるのでね、まあ、やればできますよね、まあ、またそういう機会もあると思いますので、そんな感じで頑張ってやったらいいかなと思いますね。